あんだけ好きだった人をあんだけ憎むこともなくなるから、ね、この関係をどうにかしたいという思いだよね。多分諦めなかったってこと、いつかちゃんと夢は叶うぞみたいなさ、うーんのを言う大人がやっぱり一人でも多くいるといいと思うし、そのうちの一人になりたいなと思う。ウィナーレディオ、皆さんこんにちは、ウィナーレディオへようこそ。このポッドキャストではちょっと面白い言い方をしている方たちをゲストに呼んで、さまざまな人生観に触れるというテーマで対談を行っています。ぜひ空いてる時間にお耳を傾けてみてください。というわけで今回のゲストはヨガインストラクターでポッドキャスターのアメリカ在住13年目になるかな、カナプリさんです。よろしくお願いします。カナさん、どうぞ座ってください。どうもお邪魔します。お邪魔します。リナレイデューようこそ。ちょっとちょっと本当にちょっと前あんた本当に可愛いじゃん、ね、この人すごい可愛い。ちょっと落ち着いてね。はい、バック、うん、Go on all the way。ありがとうね、本当に呼んでくれて。こちらこそのストックからお越しいただきありがとうございます。かわいい、かわいい、かわいさはもう7年前と変わらんねえ、ほんとに。そう、もう出会ったの7年前なんですよ。もうジロジロに見ちゃうよ。やめてください、こっち見てください。本当に、最高だね。今回、パンを持ってきてくださったんですよね。お友達がね、作ってるんです。作って、口コミで売ってるの。アリゾナでですか？アリゾナで、しっかり彼女はライセンスもちゃんと取って、その商売するね、LLC を取って、で、口コミで売ってる。本当にね、もうこれね、あの魔法のパン。魔法のパン食べたら、本当に、なんかこう、ふわーって、美味しい酒が伝わってくる。楽しみ。私ね、日本の給食のレーズンパンが好きだったの。わかります。私も好きでした。はい。超好きでした。これがもう本当にね、でももっと、もちろんなんていうの？あの、いろんな添加物がなしよ。へぇー、ほんと、オーガニックな感じで。うん、すごい。すごい。ありがとうございます。じゃあね、あの、このポッドキャストの中では、あのゲストの方が持ってきていただいたりとか、おすすめする食べ物を一緒に食べながら対談するっていう感じでやっていくので、早速、あげていきましょう。本当に。あのかなさんがおすすめする食べ方で今日食べていこうかなと思うんですけど、一応あの蜂蜜とピーナッツバターとバターといちごジャムを用意しました。耳好き？耳大好きです。ああ本当じゃ、かなさん好きですか？耳あげるじゃん。あ、やったー。このパンね本当に美味しいだけど、ね、どうする？これはレーズンパンだけど、うんうん、これはねでもあのその作ってるパン屋さんのベーキングナウのお友達が、うん、あのこれはかなさんの息子にあげてって言ったから、あ、持って帰ってくださいじゃあ。だから2枚っぽい。2枚あげる。2枚、うん、1枚で大丈夫。耳だけじゃあいただこうかな。もしこっちはじゃあなんかのふわふわの部分をあげて。あ、ふわふわの部分あげますか、うん、ありがとうございます。じゃあ本当にね、本当に美味しいんだよ。めっちゃ楽しみ。これはね、ありがとうございます。あの私はこっちの耳のやつね、本当に美味しい。でね、いろいろと菓子パンもあったりとかして、へー、頑張ってやってんだよ、本当に。なんか、パンを持ってきていただけるって聞いたときに、うん、本当に私もそういう菓子パンをよ想像してたので、うん、まさかこのスライス切りのパンを持ってくると思わなかった。あのね、菓子パンも作ってるの、クリームパンとレモンパンも、いろんなの。へー。だけどね、まあ、本当にあの泥臭い女ですからね、シンプルなのがいいですって、ね、めっちゃ嬉しいです。いや、コーヒー入れ、コーヒーも入れてもらって、もう準備してもらったので乾杯。じゃあ乾杯。どうもありがとうございます。本当にありがとうございます。朝からかも。ねえ、ちょっと。私はね、うん、昨日、あの、りなちゃんのラジオに出れるっていうことでね、泣いてきたんです。だからティッシュもちょっとね、本当にね、あ、7年前に会ったあの女の子が、いやいやいや、あんな、こんなに素敵になって。まあ、なんかどういう、どこで最初会ったんでしたっけ？私がアリゾナに来て、うん、かなさんが、あのなんかね、Facebook グループがあるんですよね。アリゾナ日本人会っていう、うん、あのアリゾナに住んでる日本人の方たちが入ってるコミュニティがあって、いろんなみんなでこう助け合いしながら生きていけるようなコミュニティがあるんですけど、何つながりでしたっけ、最初？あれは、そのりなちゃんが、あの、道場で、
いろいろ教えてるでしょ。ジャッキーか、うん、そうだそうだ。その道場のオーナーのジャッキーさんが、うん、あれを出してたの、その日本人会で、この道場でこんなことやります、あんなことをしますって、うんうん、今で言うとパーコアみたいなさ、はいはいはい、あと彼はさ昔スタントマンだったりとかね、うん、もう私そういうの大好きで、息子たちにぜひやらせたいと思って、うん、1時間かけて行きましたよ。やっぱ行かれてたんですか。でそれでそのまず体験しましょうみたいなのやつがあって、うん、でも遠いから ね、 そうね、でも行こうと思って、夏休みかなんかだったのかな、春休みだったかな、うんうん、行ったらりなちゃんがいたのよ。そっか、じゃスタジオで会ったんですね、うん、そうで、そうだよ、なんだこの可愛い子は、いやねえ、すごい可愛かったなと思って、うん、あの私もちっちゃい頃機械体操やってたんで、うん、そのなんかジャッキーと出会って、ジャッキーがスタジオで呼んでよって言われてアクロバットをしによく行ってて、うん、でもかなさんの息子さんもハーフなんですけどね、うん、2人とも爆笑できますよね。そうだから神経ゆっくり、そういうのが好きだし、できるといいし、もっともっとやっぱり技磨いてほしいと思うでしょ。うん、アクロバットのとか、うん、今ホッケーはやってるからそういうのあんまりやってないけど、うん、そういう技を本当に磨いてほしいっていう親のエゴですよね。へえ、そうだったんだ、うん、でも上手よね。上手、うん、あれで体操やってないっていうのはびっくりしました。なんか前に遊び行かせていただいた時もお家、うん、普通に爆笑できるよっつって、なんかタタタって絨毯の方降りててポンって言って、えっそこでやっちゃうみたいな。ちょっとはね、ちょっと通ったよ、その近所のそういうジムナスティック通ったけど、うんうんうん、ホッケーのが好きだったみたい。へえ、うん、アメリカっぽいですね。でしょ。ホッケー、うん、でリナちゃん、リナちゃんがそのジャッキーとのところでいろんな自分のダンスを教えたりとかのやっぱりソーシャルメディアで見るたびに、わすごいな、本当すごいな、この若い若さの情熱ってすごいなと思ってさ確かに。あとさ、学生が終わって1年間の OP タイムだったの時はありましたね、うん、その時に K-POP のダンスワークショップを始めて、うん、それででもさ、自分でどうやってここのアメリカで生きていくか、うん、めっちゃ考えたでしょ。考えました ね、 ね、うん、でもそうアメリカにいたいなっていう気持ちがその時は強かったんで、うん、そんで、え、じゃあってことは YouTube も6年ぐらいやってるってこと？ 5年、6年？すごい、そうですね、2018年ぐらいに始めたのかな、うん、ね、でそんでまだ大学生だった頃に、あー、あーすごい、りなちゃん YouTube 始めた、すごいすごいすごいと思ってねわーって思って見てたの本当ですか、うん、遠いからね、でもそうなんですよね、うん、いやだからすごいね。食べますか。あ、ほんとさ、食べよう食べよう。いただきます。いただきます。どうぞ適当に。私はね、本当にまずは、あ、もうこのままそのまま食べたいの。ちょっとさっきちょっとだけピーナッツ。これね、本当にね、これはね、魔法が入ってるパンだなって。なんだそれって思うよね。一応思うよね。ちょっとじゃあ魔法感じるか食べてみますね。だけどさ、私もこの年でね、魔法とかってね、言っちゃってさ、おかしいなと思うんですけど。いや、美味しいです。え、レーズンがめっちゃ美味しい。うん、こういうレーズンパンこっちでは全然食べないです。こんなんないないですよね、うん、給食分かります、言ってたこと給食思い出す。私給食はね本当にレーズンパンだったら食べれんこのやつもらってたからね2枚入ってくるでしょ。入ってきますね、うん、もらってます、ちょうだいって、うん、アメリカ人ですかやってる の、 このパン。日本人のお友達。日本人ですか、うんうん、どこですか。うちの近く。あ、あのね、そうよ、これは絶対にね、絶対に口コミで買えるけど、彼女のやってるパン屋さんの名前はベーキングナウ。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 このパン、うんうん、本当に美味しいってみんなよく買ってるよ。美味しい。パンだけで食べれちゃう。レーズンパン的に、うん。なんかさ、でもこういうのをする人ってさ、もともとはなんていうの、好きでやってて、やっぱりみんなが食べ、うんうん、でさシェアしてくれるからさ、はい、売ってくれたらやるよって言ってさ、うんうん、でも自分でビジネスにさするのってさ勇気がいるでしょ。そうですね、うん、え、カナさんはなんでアリゾナにたどり着いたんですか。今も13年アメリカに住んでから13年ってことですけど、2005年18年
18年か。わあ、相当だね。さっきも言ったけど、アメリカに10年以上住んでますっていう人、うわーと思ってたけどね。もうすぐ20年。ってことじゃない。だってね、2005年に来てるから、ね。そっか、今2023ですもんね。でも結婚できたのよ。で、今の旦那さん、今の旦那さんっていうか、その旦那さんと出会ったのは、日本で、彼はエンジニアの仕事をしてたの。日本で、うん、へえ。でもね、その時ってね、私いろんな恋愛して、誰もうまくいかないなと思ってた時だったからね、自分の足で立たなきゃいけない、自分の好きなことして生きていかなきゃいけないって一生懸命考えた時だったの。へえ、うん。で、あ、そういえば海外好きだった、英語を喋れるようになりたかったんだ、英語勉強しようって行った時に、うん、すぐに出会った人だった。日本で、うん、へえ、すごい。じゃあタイミング的にはめっちゃ良かったんですね。タイミング的にはすごくは。で、恋愛して3年後に結婚したかな。あ、そうなんだ、うん、で、アメリカに戻るっていう決断をされたんですか。彼はね、もうすでにね、アメリカに戻ってたの。あ、へえ。一個のプロジェクトが終わって、でも終わり、うんうん、で、そのプロジェクト の直したりするのにまた何度かこう出張で来るみたいな感じ。でそれでもまだ付き合いが続いてたから、うんうん、私はそのまま遊ばれておしまいかなとか、もうこの時期だけなのかなと思ってたけど、それでも出張期間に会うとかって言って、なんだかんだ3ヶ月以上会わないってことはなかったの。あ、遠距離とはいえ。すごい、結構じゃコンスタントに。こっちもね、あのアメリカに遊びに来たし、からね、なんかこう縁があったんだよね。国際結婚じゃないですか、なんか最初こう不安とかなかったんですか。なかった、なかったね。なんかもう好きだから結婚、そう、絶対一緒にいれるっていう感じの方が強かった。本当そっちだよ、本当に。それにさ、兄弟4人いて3番目だからさ、かなさんがあんまどうでもいい感じなんだ本当に、で、あともともとそのね、なんていうの、家族でみんなでこう力合わせてっていう家族ではなかったから、まあどうぞお好きなようにってだからね、そうそう、本当に。だからもうそういう、初めにその外国人の人と付き合ってるって言った時に、と驚かれたけど、でもやっぱりね、いろんな日本人と付き合ってもダメだったもんね。だから今度はそんなに、ね、それは人種じゃないよって言って、ね、あ、人種？国籍じゃないよ、国籍じゃないって。そうですね、そんで、この彼はでも日本人と結婚する気はないでたの。あ、最初ですか。やっぱり環境も違うし、彼は本当にもう愛あふれる家庭で育ってるし、やっぱり家族の元に帰るだろうみたいなさ、でそんな人を、その文化の違う人を連れて行ってね、どうするんだろうっていうふうに思ってたけど、やっぱりね、蓋を開けてみたら、年月がね、あと年月ね、なんかね、気が合うんだろうね。へえ、ね、すごいですよね。それからもう今もう何年目ですか、結婚して18？ そっか、結婚した時に来られたんですもんね。すごい、18年も国際結婚を続けられる秘訣って何ですか。秘訣？絶対スムースじゃなかったからね。で、そのあんだけ好きだった人をあんだけ憎むこともなくなるから、やっぱそうなんですね。なんかね、本当にさ、感情が激しいんだろうね、私はね。そう、すごい嫌いになっちゃったよね、一回。なんか子供が生まれて、やっぱ子供の育て方とか、自分もそのやっぱり、そう、さっきも言った通り、あんまりこう仲のいい家族で過ごしてないから、そういう人ってね、あんまり人の話聞かないんだよ。そうなんですか。多分本当そうだと思う。あんまりこう、あんまりいい家庭に育ってない人たちは人の話聞くの意外と苦手と思う。で、私もだから聞けないのね、人の話が。性質かもしれないけどさ、子育てにこれみたいなのがあって、いろいろアドバイスくれたり、旦那のことをこう疎ましいと思ったりとかしてね、私のやり方にそぐわない、もうこいつは敵だと敵認定しちゃう時があった。へえ、本当に苦しかった。あの時は苦しかったね。でも子育て
今お子さんも何歳でしたっけ？今16歳。上が。うん、こう車の運転するよ。あ、そっか、うん。で、下が12歳。4歳離れて。一応じゃあまだ子育て真っ只中ではあるんですね。一応ね、一応。うん、まあ、大変なところは終わりつつあるって感じですか。そこからじゃあどうやってその夫婦仲をまた和解していったんですか。やっぱりさ、こんな、なんかいつも相手のことを怒ってる自分は嫌だよね。嫌だった。怒ってる。それはね、彼だけじゃなくて、なんかその時ね、いつもなんかに怒ってたと思う。うん、なんかイライラしてたと思う。うんうん、ね、本読めばそれはホルモンですよとかさ、うん、なんとかなんとかですよ言うけどさ、どれもなんかこうしっくりこない。全部なんかいつもイライラしてる、うん、でここの居場所は私の居場所じゃないなんて思っちゃったりしちゃってね、うん、そこしか行くとこないの結婚してる時点でね、ないのよ、そうそうそう、でもやっぱこんな風に相手を、まあ、一番はね、子供に対してもそれを思ってたの、うん、子供に大好きなのにこの子は私の言うことを聞かないと思って生きてたの。あー、反抗期的なやつですか、ね、うん、それが4歳、5歳、6歳だよ、うん、4歳、5歳、6歳の子にそれを思ってね、それを思ってがんじがらめで生きてたの、なんか、うん、自分の中 で、うん、本当にそれが嫌だったの、自分がそんな、なんていうの、大好きで一緒になった人とその間に子供ができて、うん、なのにこの子のこと素直に愛せない、私自身が本当にあの なんだろうと思って嫌になっちゃったね、うん、自分のことがね、うん、でやっぱり意外とずうずうしいんでしょうね、ずぶといつがさこんなんじゃ嫌だからどうにかしたいわちゃんと、うんうん、あのすぐに答えは見つらかなかったよ、何年か経って、うん、いろいろやった、なんかバイブルスタディ行ったりとか、あの人の話聞いたりとか、最近でもマッレジカルカウンセリングも行ったからね、だけど今めっちゃ仲いいんだよね、うん、すごい素敵な夫婦と家族を築き上げてるなっていうのはいつも拝見してます。今はね、だけど仮面の時もあったからね、なんかこういるのが当たり前だからさ、どこにも行かないから仮面する必要もないんだけど、誰かに見せるってこともないけどね、でも必死で繋がってたって時もある、心は、うん、お互い、うん、だけど今は一緒にいて、うん、すごいよ、うん、あの付き合ってた頃の、うん、君が好きだみたいな気持ちが思い出して盛り上がっちゃうって、うん、いやーんと思っちゃう、ね、すごい、でもそれすごいですね、すごいでしょ、来るよ、そういうことが来る、なんかわかんないね、なんだろうね、サイクル的な感じですか、サイクルだとしたら、じゃああの沼は来るんだって言って、あの沼は来るんだって言って覚悟できるからね、楽だよね、逆にね、へ、うん、すごい、そっか、そうそう、なんだろうね、やっぱ大事だし愛おしいし、そのときめきもちゃんと生まれてくる、またすごくな すごい、ね、48だけどへー、何かこうお互いにそのときめきを出すために何かをしたとかいうわけではなく、自然に出てきたんですか、まあ、マレージカウンセリング行ったのも 2,3 年前だからね、やっぱりこの関係をどうにかしたいという思いだよね、多分その思いがいろいろと試して試して試して、で間違ったりしたり、うん、ね、うまくいかないこともあったけど、でも諦めなかったってことだと思う、うん、ね、確かにそれは大きいですね、うん、諦めたらもう確かに関係も終わっちゃいますしね、うん、息子さんもめっちゃいい子に育てられて、いい子すぎて、礼儀正しいし、私本当にね、なんていうの、そうやって子供時代育ってないから、あ、自分がですか、りなちゃんと出会った時もそうだよ、りなちゃんが、はい、そのすごくしっかりしてこうしたい、ああしたいっていう言いながらも周りに気を配れる感じ、配れてますか、配れとったのよ私の目から、ね、こんな若い20代の子がいるのと思ってさ、世の中どうなってるんだろうと思うぐらいだよ、ほんとそれぐらいだったの、今の世の子供たちっていうか今の若い子たちってそういうのなのか、なんでかなと思って、うん、リラちゃんのお母さんどうやって子育てしたのかなって感じて、で聞いたことあるね、一回ね、はい、どうやって、ね、やったのとかさ、息子さんめっちゃご立派じゃないですか、日本語も達者ですしね、
ちょっとね、まあ、まあその辺はね、あの難しそうだけどね。あんまり勉強しなかったから。うん、そう。あの学校もよく行かなかったし、日本語学校も。あ、そうなんですか。うん、じゃあなんで。ちょっとやっぱ足りないなと思う。でももうちょっと、でも今からでも、うん、あのちゃんとあの二人で話すときは日本語。でも、でも全然ネイティブじゃないから、あの。もうちょっとやっぱやってあげればよかったなと思うけど、まあいいか、うん、まあいいかね。まあなんかいろんなハーフの方いますもんね、うん、私もなんかこっち来るまでハーフの人さ会ったことなくて、うん、日本にいた時に、うん、なんかハーフとか言うと、え、すごっっていう感じにずっと思ってるんですけど、あのこっちで育ってる日本とアメリカのハーフの子は結構あんまり日本語できないかったりする子多いですもんね、うんうん、だから必要ないと思えば別にもう習うとか勉強する必要ないし、そうみたいな。下の子なんてね、私ね、忘れちゃってさ、うん、日本の出生届出すの忘れちゃってね。そこ出生届忘れちゃったんですか。そうだからさ、それもなんかあーって言ってすごく自分をね、あのショックで、あのだがなんかなんていうの、罪悪感を感じたんだけどさ、領事館に電話したらね、うん、ちゃんとこう選択しないといけないでしょ、一応国籍を。あ、そっか、22歳になったら、はいはいはい、今はその、うん、その法律さえどうなんだって話も出てるけどさ、うん、あのいらないですよ日本の国籍。やっぱりこっちで生活してる子が日本で過ごせる人あんまりいないですよって。あ、そうなんだ、うん、社会的にってことですか、うん、へで、うちの下の子はまさにそうだなと思う。ああ、もうアメリカンな感じなんですね。規律、正しく何かをっていうような感じじゃなくて、もう本当に自由に。そっか、うん、だからまあそれで救われたよね、その言葉で。じゃあいいかみたいな。すいませんと思いながらだけどね。うん、そっかそっか。かなさん、あの今回そうポッドキャストに出てくださることになったんですけど、実はかなさんもサボ妻のポッドキャストをやられてますよね。やってます。もう始めてから2年ぐらい経ちました。3年目入りましたね。すごいね。すごい本当にね、うん、あの雑談番組ですって言ってね、最近はね。めっちゃ面白い。聞いてくれてる？すみません。もちろんですよ。もう3人のね、うん、アリゾナ在住の日本人のお母様たちが、うん、妻たちが、妻の奥様方がやられてる番組で、かなさんだけいつもちょっと飛んだテンションで。おかしいな。話聞いてなさそうな感じだね。話聞いてねえよ、本当に。一番盛り上げてる。でもすごいいろんな話されてて、私はちょいちょい聞いてますよ。うん、なんか、アリゾナっていうか、まあ、アメリカに10年いるとどんな感じになってくんだろうなとか、なんか英語がね、もっと伸びると思ったらね、うん、全然伸びなくって。あ、そうなんですか。旦那さんとも英語じゃないんですか。英語なんだけど、やっぱりね、うん、子供を育てるのに日本人のコミュニティって意外とあるから、うーん、子供も楽しめて親も楽しめると、やっぱり日本人のお母さんと子供になるんだよね。うん、そうすると子供たちは英語で話してるけど、私たちはみんな日本語でバーッと喋ってるから、はいはい、そういうことないよね。英語がこう身につくとか。そうなんですか。うん、忘れてくねって、はははって笑ってのんきにやってるんですけどね、みんな妻たちは。本当に。そんでもやっぱり、あ、なんかこのままじゃいかんって言ってさ、うん、あと子育て終わっちゃうもんね、いつかね。そうですね。だからなんかしなあかんとかってさ。はいはいはい。なんかいつもやりたかったね。なんかいつもやりたかった。始めたきっかけは何だったんですか、ポッドキャスト。始めたきっかけはね、私が好きな、あのポッドキャストを聞いていて、そこのパーソナリティの人がみんなもポッドキャスターでやったらいいっていうのをさ、うん、なんとなくいつも言ってたんだよね。へえと思って、私もへえと思って聞いてたの、うん、あんまりそれは心残らなかったんだけど、その、うん、サボ妻、今サボ妻やってる、その一緒にやってるシャケ子が、うん、ね、カナちゃん一緒にやんない、カナちゃんおかしいからって言って、面白いからって、うんうんうん、で実はね、何年も前から誘われたの。へ、だけどその時は意識が全く向いてなかったから、うん、なんでおめでやんなきゃいけねえんだよとかさ、なんとか言っちゃったりしてね。で、その何のいいことがあんのとか言っちゃってたんだけど、私がパンデミックになってポッドキャストを聞き始めて、そのパーソナリティがポッドキャストやるといいよっていうのはちゃんと種として残ったんだね。うん、またシャケ子がポッドキャストやろうよって言った時は、いいよ明日からやろうって言って、ね、すごい明日からねって。
うん、それは無理って無理だったんですか。1週間後にちゃんとプレゼン持ってきてくれて、こういうつもりでやりたい、でこういうふうに、うん、あの雑談で日常的なアメリカの日常的なことを話すんだけど、うん、聞いてくれた人がなんかちょっとホッとするような、なんか不安としたような気持ちになったらいいねっていうのを目指しながら長く続けていこうって言ってさ、すごい、ちゃんとじゃあゴールがもう彼女はね、へえ、私はへえ何でもいいですけど、とにかく早く喋ろうっていうめっちゃ喋ってますもんね、ズボン。喋ってる、本当喋ってる、ね、面白いよ、普通に。だけどね、あのポッドキャストを始めて、はい、なんとなくやっぱりそのさっき言ったFacebook の日本人コミュニティがあるでしょ、はい、あれにも宣伝して、最近こういうの始めましたって宣伝したりとかしてさ、うん、で意外と評判が良くて、うん、あ、分かった、聞いてみるねなんて言って聞いてもらう友達が増えたりとかして、うんうん、なんかこう周知されるような感じにもなるんだけど、それと同時に人の目が怖くなってきちゃった気持ちも出てきて、はいはいはい、でちょうどりなちゃんが前に自分語りしてた時に、うん、去年の夏に、うん、あのちょっとこう何やってもなんかこう落ち込むみたいな時があるって言ってたでしょ、うんうんうん、私もなんか分かる分かる分かると思いながら、ちょっとあのなんていうの、恐れが出てきたっていうことがあったの。へえ。外に出ていくことは、うん、逆に楽しいだけじゃなくて恐れもちゃんと一緒に来るぞ、うん、そうですね、来るぞ、うん、来るぞ、はい、だけどそれをね乗り越えたいという気持ちも出てくるからね、うんうんうん、リアちゃんはちょっと乗り越えた感があるわけでしょ。そうですね、なんかまあまあいろんな外部の、うん、要因とかもありますけど、まあ、やっぱ自分を表に出すってなると、うん、そのいい光を浴びる時もあれば、ちょっと、悪いものを投げられるっていう時もあって、ただそう、私も結構最初かなさんみたいに繊細だったんで、うん、そうなんかちょっと批判のコメントとか受けるともうなんかすごいカッとなっちゃって、うんうん、最初こう悲しみから来るんですけど、うん、それがだんだん怒りに変わっちゃうんですよねなんだよみたいな感じただなんかそれでこういちいちそこに、例えばじゃあ10個コメントがあって、うん、もう9個がめちゃくちゃいい、すごい励ましのコメントだったりとか応援のコメントなのに、その1個のちょっと嫌なコメントにすっごい気持ちが左右されちゃって、でめっちゃ自分の時間も体力も、取られるっていう状況に陥った時に、いやでもこいつどこの誰だよみたいなどこの誰かも知らない人に、うん、なんでそんな私の時間と人生を左右されなきゃいけないんだって思ってから、もう別になんか、まあ今でも全然、うん、なんかやっぱり嫌なコメントとか来ると、なんでそういうこと言ってくるんだのかなっていう気持ちにはなりますけど、うん、まあなんか別にそれを受け止めなくてもいいんだっていう、うん、感じにはなりますよね。あとはなんかその社会全体的にもやっぱアンチのコメントで、うんうん、やっぱりこうネガティブな結果に陥っちゃうっていうのが結構最近、うん、まあここ数年前からですけどあるじゃないですか、うん、こうなくなっちゃったりとか、こう SNS 活動やめちゃったりとかで、そういうので、批判は良くないぞっていう、うん、そのなんか表に出る人がからも言える、うん、言ってるっていうシチュエーションが結構出てきてるので、なんかそういうのでちょっと救われてるっていうのもあったりします、うん、なんか表に出るんだから、批判されたら当たり前だろみたいな風潮から、うん、その表に出てる人がいや批判するのは良くねえだろっていう感じの全体的なムードになってきてるから、なんかそういうのでちょっと救われたりもしてます、ね、でちょっと聞きたいんだけど、それを得てのまた去年のそのちょっとこう落ち込んだ感じっていうのはまた新たな違うことでしょ。そうですね、それは自分はどうしていったらいいんだろうかみたいなことでしょ。あ、そう、方向性の問題というか、うん、ね、そうそう、よくでもそれでもね、それでもやっぱり続けたいと思う、それは何、すごくない。でも一緒じゃないですか。そうそう、ですよね、なんだろうねこれはね神田さんも結構繊細だけど、うん、でも前に前に進む力がめちゃくちゃあるじゃないですか。どうにかこう改善したい、転がりながらなんですねだけどなんかすごいなんだろうね、この突き動かされる、あれはなんだろうね。ね、でも多分好奇心とか、ね、そう、楽しみだと思いますね、うんうん、こう前に新しいものを常にこう見ていきたいというか、うん、でもね、それで言ったら本当にこうやってりなちゃんがこうまだなんかこう続けていく自分の番組がある、でそこにあ、カナプリも呼んでみようかなみたいな気持ちになってくれた
のは私が続けていたからだと思うから、こういう奇跡が生まれてるのは事実だから、うん、それをもっと味わいたくてやるっていうのもあるよね。そうすごいと思う。いやもうすぐ思い浮かびました。もうあ、かなさん、かなさんに来てほしい。でパンを一緒に食べたいって、まあパンのこと私は言ってなかったけどね、あいつだったらパンを絶対持っていきたいって。周りでさ、はい、本当になんか頑張ってる人たくさんいるよね。いますね、うん、この番組でさ、あのペルーの女の子、はい、ゆいのちゃんね、なんか22かなでしょ、はい、でいろんなとこ泊まったりとかさ、うん、それを見てね、実は私昨日本当にさっきも言ったけど、浄化、自分の中のなんかこう、あ、これで良かったんだって思って涙が溢れてきてたの。りなちゃんの番組をずっと聞いててね、うん、でなんかこう私もやっぱりやりたいことをやりたいっていう気持ちがもっと湧いて出てきたの、うん、おーすごい。で子供の頃にやりたいって思ってたことは、うん、ことごとく叶わなかったの。ああ一緒です。ちょっと待って、え一緒ですって言ったけど一緒ですって言ったけど私の夢はね、新体操のクラスに通いたかったの。はいはいはい。だけどあなたはジュニアオリンピックまで行ったのにまだやりたいことがあったなっていうのはどういうことかしらってちょっと思っちゃった。あと息子がね、今は自分の息子がそのトラベルチームに入っていろんなところに遠征して、環境的にはさ本当にあの揃ってるっていうかさ、うん、親はそれをやってもらって、うん、子供が喜んでる姿を見させてもらえるって言ってさ、なのにちょっとなんかこう態度が悪かったりするとさ、おめえ感謝しろよってなんてちょっと思っちゃってすんだよね。はいはい、私の親も絶対そう思ってたと思います。そうだからね、だからそういうやりたいことをやれない時もあるんだよね。うん、何がやりたかったの、その子供の頃に。いや子供の頃っていうか、まあ、ちょっと数年前とかですけど、うん、やっぱりそのなんか YouTube 始める前とかは、うん、なんかキャビンクルーになりたかったからキャビンクルー目指そうかなと思ったりとか、なんかいろいろ目標を立てたりするんですよ、うん、こう何歳までにこれになってるとか、これここに住んでこのぐらいの例えば収入を得て、うん、こういう生活を整えてるみたいな書くんですけど、うん、全然なんかこう全然違う道に行きたいみたいなのは、はい、もうしょっちゅうあるんで、うん、そう目標っていうか、まあ、何歳までに何を成し遂げるみたいな、なんかアバウトな目標は立てるのをやめました、うん、そうか。なんかでも結局私アメリカに来たのも、うん、その時にアメリカに行きたいと思ったから、うん、じゃあもう行っちゃおうと思ってきて、でそれが今につながってるから、うん、なんかその時にやりたいと思ったこと、なんか自分の直感に従ってやり続けてたら、多分どの段階にいる今でも幸せというか、うん、まあ、なんか結構自分に満足していけるのかなみたいなのはちょっと最近見つけましたね。そういう、それで本当に誰でもが本当にそのやりたいことに忠実に向かってるんだと思うね。それはやりたいことはそれぞれだけどさ、うんうん、やりたい時にやれない時って、うん、私はその例えば20歳の時に、本当は高校の時にね、高校辞めて働いて、うん、お金が貯まったらアメリカに行きたいと思ったの本当は、うんうんうん、なんか海外に行きたかったの本当はね、すぐに、うん、だけどやっぱり弱い自分もいるし、あの世間知らずな自分もいるし、怖いから止められた時にやっぱそうかと思って学校もちゃんと続けたし、うんうん、でもそれと同時になんとなくそのパッションはなくなっていっちゃったのね。うん、でいろんな人とこう普通の20代を日本で過ごして、なんか仕事して遊びに行って恋愛もして、うん、なんかこれじゃないぞと思ったんだよね。うん、私のやりたかったことはやっぱりこれだ、うん、アメリカに行ってとかね思ったんだよね。うん、でもお母さんにもなりたかったからすぐに、うん、だからその結婚高校出てすぐも付き合ってる人とはやっぱりとかさ、どんな時でも付き合ってる人とすぐに結婚して子供を産みたかった。すごい。それで叶ったのがやっぱ32ってことだもんね。うん、でも海外にも来れて、うん、だけどさ、うん、その時に行きたいけど行けなかったグズグズした自分を、昨日の夜そのりなちゃんのラジオを聞きながら、あ、うん、私って本当にやりたかったんだ、あ、新体操のクラスも本当に行きたかったんだ、行きたかった
ったんだけど、あの時は我慢したね。その我慢した昔の自分が愛おしくなってきて、頑張ったねみたいな気持ちになって、それもあって涙が出てきたっていうのもあってさ。確かにそうですよ。だからね、そのやりたいけどできないっていう時はどうするのかね。でも悶々とすんのよ。悶々とするけどさ、うん、その夢の種はね、あの、うん、植えられてるからね、自分の体に絶対に。そうですね。本当にやりたいことだったら多分何年経っても戻ってきますよね。うん、ね、戻ってくるねと思って。私もアメリカ行きたいって思ったのは高校の時で、うん、卒業して大学は日本じゃなくてアメリカに行きたいと思ったんですけど、うん、お父さんに反対されて、うん、でやっぱあの二十歳までは親元にいなさいって言われて、だから大学2年だけ日本で行って、でそれでもやっぱりアメリカに行きたいと思ったから、二十歳の時にもう一回言ったら、で自分のことは自分で責任取るっていう約束で行っていいぞって言われて、だからやっぱりあ本当に行きたかったんだなっていうのは、うん、今思ったら、いやー、でそのね、そのりなちゃんがその学校を終えて OP やって、うん、でここでこの土地でどうやって生きていくかを一生懸命考えてる時に出会えたってことでしょ。そうですね、すごいと思う。ほんでそれでしかももう ずっとやっぱりいて YouTube もやって、うん、で K-POP ダンスのクラスもやって、ね、いろんなところで活動を広げようとしてる。終わらんね。いいね。いや、いいよ。一緒です、一緒です。いいよ、本当に。いやでも私もそう、本当にかなさんみたいにお母さんにもなりたい、なんか子育てをしたいっていうのはすごくあります、うんうんうん、自分の中で。だからきっとまたね、今から5年後とか10年後は全然違う生活スタイルをしているかもしれないし、なんかそういうのを見るとすごいなんか人生の大先輩としていろんなお話を聞きたくなってきます。本当にね、あのぶつかりまくるようだからあの大丈夫、まあ、そんでも生きてるからいいでしょみたいなね、うんうん、ことだからさ、うん、いいんだけど ね実際本当にカネさん他にもいろいろやられてるじゃないですか。お母さん業だけじゃなくて、うん、それこそサボ妻のポッドキャストもやってるし、ヨガのインストラクターもされてるし、あと何やってますか。あとね、このアリゾナのこの地で NPO のお手伝いをあの微力ながらやってんだけどさ、うんうん、初めその仕事をさ、結構私の中でプレッシャーなんだけど、辞めたい気持ちと辞めたくない気持ちといつでも混在しとって、それが意外と面白いっていう楽しんじゃってるんですね。もうそういう感じ。楽しめなかったら嫌でしょ。楽しめなかったら嫌だから、うん、こうなんか本当にもう子供の手がちょっと離れて、なんかパートタイムで働きたいなっていう時だったの。そしたら前任の人が、私がリタイアするから、パンデミックの頃だからね、うんうん、あのリタイアするからあなたやらないって言われて、うん、パートタイムぐらいのお給料よとか言ってさ、うんうん、あ本当って、あなたなんかパーティーとかイベントとか好きでしょ、うん、うん、好き好きみたいなさ、うんうんうん、本当にそういうつもりで入ったの。いやそらちょっとちゃんとしてるただパーティーしてるだけじゃなかった、ね、そうそう、パーティーはパーティーだって準備するでしょみたいなさ、ね、確かに確かに。で規模が大きくなったらやっぱり頼む人がたくさんいるでしょ、うん、それのコーディネートって結構ね、うん、気使うのに、うん、なんかこうそういうのはさ、なんかこう天から降ってくるみたいな感覚で生きてたからさ、うん、本当に準備とかが苦手なんだね、うん、準備でも大事なのは分かってんだよ、うんうん、その辺がこうやりたくないってとこだけど、やるとやっぱりいろんな人に会えたりとか、そうです ね頑張ってる人が見て、うん、私も頑張ろうみたいな気持ちになるし、いい持ちですよね。そういうだから面白いなと思うからね、うん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 、でそういうイベントに行くとなんかたまにりなちゃんに会えるんだよね私ね。どういうことですか、りなちゃんに会える。なんかそう、例えばアリゾナ祭りとかさ、あはい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 、やるとさ、りなちゃんがあのピンクのさあのスーパーレンジャーのこの話してんの。知ってる方は知ってると思いますけど、すごいんだからりなちゃん。私本当はね、あのその戦隊ヒーローショー、うん、ヒーローショーのショーに本当は私も出たいの。ジャッキーに言ってください。じゃあいつでもジャッキーあの募集してるんで、悪役でもいいから、なんか本当になんか出たいの。
ぜひ。でそれでりなちゃんはりなちゃんのこの可愛いのをかぶってちゃんとピンクのその戦隊ヒーローのマスクをかぶってあのピチピチのボディスーツを着てで回転したり側転したり、ね、バックフリップしたりしてさ敵と戦ってるのを見て私いつもああいいなと思ってるの。どうぞご参加ください。なんかあの老婆の役でなんかこう悪役でなんか出れるかな。でもそうジャッキーはそうアリゾナでねアリゾナ祭りっていうのが1年に1回あって、うん、日本のお祭りが開催されるんですけどその中でいろんな日本の催し物をやってて私とスタジオのメンバージャッキーを含む、うんはなんかヒーローショーをいつも舞台でやってるんですけど、うん、それねあのジャッキーいつも人員募集してるんで言ってみてください。遠いんだよね。そうなんですよね。オンラインで練習できるからあのでもねそのりなちゃんがお世話になってるその道場のジャッキーも最高にいいよねあの人、うん、なんかこうもう全部本当に奉仕の気持ちで何でもこ そうすごいよねあの人ギバーですめっちゃ、うん、だからすごいなんかそういう人たちと出会えたりするからやっててうん、その NPO をやっててもしそういう人たちとまたつながれる別 あの形でつながれたりすると嬉しいなと思うよね、うん、その自分が個人的にじゃなくっても、うんうん、その NPO を通してそういう人と出会えるのも実はすごい、うん、あの魅力的だなと思ってるとこがあるからあのすごくいい仕事だなと思ってる、うん、そうですね。ヨガはいつからやられてるんですか、ね、ヨガのサティフィケートを取ったのは2017年へえー、その前はやっぱりやってるから取りたいと思うわけだからね、うんうん、やってたのはね子供下の子が今12歳でしょ、うん、生まれる前からやってたのかな。あヨガですかとかうん、通う人だよ普通に、はい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 、で通って通ってあやっぱなんかこういうのやりたいなこういう先生になりたいな憧れだなと思って、うんうん、でクラスを受けて外ティーチャートレーニングのでヨガやって日本語ですか英語ですか。日本語がメインだけど、うん、その時にやっぱり出会ったあのヨガの友達とか先輩にそういう人たちもスタジオでどっか教えてたりとかするから、うん、サブで来ていいよって言ってもらって、うん、代行ヨガの代行に行く時はあの英語の喋る人みんな、こっちでですよね、うん、へえすごいインヘールとかってやってんのやってんのよこれ何だったっけねって言ってこれあのさで本当そうやってちょっとこの英語忘れちゃったんだけどここのさこのここよって言って本当にその人に聞いてそれでしょってそうそれよって言って本当にね英語が本当ひどいのだけどなんかそれが楽しかったりとか、うん、それをしっかりよく意識してやって動かしてみてって言ったらあ分かる分かるって言ってコミュニケーションもできるから、うんうんうん、あの余計この彼女たちのことをもっと自分で話してくれるのここどうやって動くのよとかさへあかいいコミュニティですねなんかいい参加者の方たちというか、うん、でもそこはねあのリゾートホテルだから、うん、あの次に会うことなんてもうめったにないあ皆さんあの、うん、お泊りできてる感じ、うん、あなるほどねへいいですね、うん、でもそういう人たちに、うん、私もヨガ あのオンラインのさあのクラス日本語でやってるやつもあるから、うんうん、なんかこう人とちょっと違うところもさ見せたいような気持ちになるでしょ、うん、だからあのアメリカの人で私のやつを受けて、うん、それでもよかったよっていうやつを記録に残してるの一生懸命でビデオにしてであのなんかソーシャルメディアに流そうと思うんだけど、うんうん、うまくいかないね、そのちょっとそういうのはちょっと下手だからねだけどなんかヨガやって気持ちいいとか体動かして気持ちいいって人が増えるといいよね。そうですね、うん、体エクササイズは誰においてもそうですよね。私も結局はなんか今やっぱフィットネスの業界に言うと痩せるためとか、うん、もちろん筋肉増やしたいとかってあるけど結局は長持ちする体が長持ちする体健康でね、うん、作れるのがやっぱ一番いいんじゃないかなっていうところに私もいつも思ってます、うん、あとそのりなちゃんもそうだそんなこと言ってたけどやっぱりその体を動かすことによって自分の心を発見することもあるってい う,、うんうんうん、いうこともあるでしょ、はいね、だから体と心もつながってるからね、うん、それが分離してると本当にね怪我したりとか
病気になったりとか、うん、人間関係うまくいかないとかね、よくあるからさ、うんうん、ね、それを伝える資格をもらえたのに伝えるの恥ずかしいっていう自分がいたりするんだよね。なんかどうやってみんなにとかさ、そういうこともあるよね。まあだけどね、それでもいいんだと思いながらさ。じゃあちょっと最後にかなさんが一つ質問したいんですけど、かなさんが生きる上でモチベーションにしてることとか生きがいになってることがあればぜひ最後お願いします。生きる上で何を生きがいにして何を目標にして生きてますか？自分の周りがもちろんさ、ハッピーになるのが嬉しいのは本当みんなそうだと思うんだよね、うん、だけどその前にやっぱりその前に自分を幸せにしないとダメだよってよく言うでしょ、うんうん、実際どこまで頭で分かってるけど、どこまで自分の体で分かってるかなとか心で分かってるのかなとか、細胞レベルから分かってるかななんていうのはさ計り知れないんだけれども、その自分が心地いいのが相手にも伝わってるのが目標だよね、うん、なんかその自分一人だけ心地いいじゃなくて、周りの人もなんとなく幸せそうみたいな、うーん、で周りの人たちの例えばこう、こうもちろん絶対に自分の中の嫌な部分っていうのはそれぞれにあっても、それがちゃんとこう排泄みたいにうんこみたいにペンと出せて、それをちゃんと周りで拭き取ってあげれるみたいなそんなような環境みたいなのを感じられると私はやっぱり嬉しいよね。あ、こうなってほしいじゃなくて、自分がそれを感じる、それをまた感じた、うん、それで私も幸せ、周りも幸せで感じる回数が増えると本当に嬉しいなと思うから。へー、すごい。なんかかなさんもギバーなんですよね。どうなんだろう、そんなみんなじゃない、みんなみんなちゃんと本当は与えてるし受け取ってるけど、うん、そこにエゴが入ったりとか、うん、環境で歪められた性格とか、うん、とかで素直に伝わらないっていうことがあるだけで、うん、素直に伝え合えるまでそこまで頑張るんじゃないけど、なんかしたいよねと思う。まあ確かになんか一回見たことがあるなんかリサーチ結果みたいなのがあって、人は何かをしてもらった時の幸福よりもしてあげた時の幸福の方が全然高いよっていうのを見たことがあって、まあなんか本当にその2つのグループに分かれて、うん、なんか何だったっけな、ただ、お金をもらって生活をしている人と、そのお金でじゃあ今度もらったお金でもいいから誰かに何かをしてみてくださいみたいな1週間グループ2つに分けてやった結果、その幸福度はやっぱりその自分で何かを他にしてあげた、もらったお金なり稼いだお金で何かをしてあげていた人たちの方が、精神状態がより安定していたみたいなのがあって、あ、でもそれは結構日常生活の中でも思うなみたいなシチュエーションは結構あるんで、なんかそう今思いました、かなさんの話を聞いて。でも絶対に受け取ってるよ、絶対に受け取ってる。だからなんかそれがこうお互い様だったらいいかなと思うね。ああ、そうですね。与えて与えられて、うん、みたいな。なるほど。ちゃんと見返り欲しいからな。でもこれ私今日の見返りだって、リナちゃんと会えた、リナちゃんに呼んでもらえた、嬉しいと思うからね。こちらこそです。ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you so much。そうですね。Thank you so much。最後に英語で。はい。というわけで、今回のゲストは、かなぷりさんでした。かなさんのサボツマのインスタとポッドキャストでいいのかな、うん、概要欄に貼っておきますので、もっと面白いかなさんを見たい方は、ぜひ聞いてみてください。バイバイ。いやー、ありがとう。Thank you so much。ありがとう、ありがとう。いやー、もう本当にありがとう。ありがとうございます。すごいね。環境のせいでやりたいことがやれないとか諦めなきゃいけないみたいなことはどこでも起きてるはずだから別にいいんだけど、でもそれでもやっぱりその周りの大人がいつかちゃんと夢は叶うぞみたいなさのを言う大人がやっぱり一人でも多くいるといいと思うし、そのうちの一人になりたいなと思う。やっぱ本当にお父さんとお母さんの仲が悪くって、
で我慢してるっていう自分がいっぱいいたんだと思う。うん、なんかすごい我慢してるじゃんって思ってた。でも、うん、すごく本当はやりたいことがすごく強くあるのにできないから悔しいっていうのが多分すごくあったんだと思う。へー、それが原動力になって、多分そうだと思う、今はもう自分の力でやりたいことはやっていこうっていう気持ちに変わった。やりたいことはやりたいと思う。うーん、タイのさ、やっぱり経済状況はあんまりよく知らないんだけど、はい、やっぱ中にはさ国籍がなかったりとかさ、うん、そのミャンマーとの国境近くでもうわけわからないでもビレッジがあるみたいなさ、うん、でどうなってるかわかんない。とにかくそういう子たちを集めて、うん、日本人の人が施設を作ってるんだよね。虹の学校って言って、タイにですか、うん、でもそういうのは多分アフリカでもあるし、日本人じゃなくてもいろんな人がやってるんだけど、うんうん、そこと縁があって、はい、なんか週に1回なんかズームで、うん、あのそのそこにいる子供たち、私があの見てるのは11歳の2人の男の子なんだけどさ、うん、その子とズームやって、あのなんか日本語のこと、英語のこと、うん、で、うん、タイのことちょっと教えてもらったりっていうので、うーやっぱりそのこの子たちが例えばもしアメリカ行きたいよって言った時も、もしかしてパスポート取るのももしかしたら大変なのかもしれないかったりとかさ、うーんで夢を絶たれないような感じでおってほしいなみたいな気持ちがどんどん湧いてきてる、はいはいはい、なんか私去年アフリカ行ったんですけど、うん、ケニアとタンザニアに、うんうん、その時にやっぱりそのアフリカの最上級と、うんうん、本当にボトムの世界を見せていただいて、うんうん、やっぱりスラム街とかに住んでる子どもたちは、うん、もう明日のご飯を稼ぐために今日生きるみたいな感じの子たちがほとんど でそういう子たちにじゃあね、なんか将来は何になりたいのとかって聞くと意外と夢はあるんですよ。でしょ、うん、そう、あの、うん、なんか歌手になりたいとか、そうなの、大学行きたいとか、うん、エンジニアになりたいとか、そういうなんか夢をで、やっぱ日本、私もまあ、あのちょっと前までというか、その大学の時とか将来何になりたいのって、ちっちゃい頃はもちろん夢あったけど、大きくなるについてどんどん曖昧になっていって、うんうん、自分の夢がこうはっきりと言えなくなってくる自分がいたりとかして、うん、でも環境自体は私の方が全然整ってたりとかしたのに、うん、あこの差は何だろうっていうのはすごい考えさせられましたね、うん、行った時に、うんね、本当に夢があるんだよね、うん、計り知れないよね人間のね、はい、あのもちろんスラムの子たちだけの力じゃ、うん、もしかしたらエンジニアになることはできないかもしれないけど、うんうん、そこにじゃあそのエンジニアになれるかもしれない道を提供してくれる人がやっぱりどっかに必ずいて、うん、で、まあ、私の見たところだと、まあ、すごいお金を持ってる方たちが入ってって、うん、そのエンジニアを育てるプログラムを作ったりとかされてて、でやっぱり本当にその彼らにどうしてもエンジニアになりたいっていう気持ちがあるのであれば、うん、結構それを掴んで上に進んでいく子たちっていうのはいたので、うん、やっぱ意志あるものには道はあるっていう言葉をすごい私、うん、あの恩師の方からいただいた言葉好きなんですけど、うん、そうだなっていうふうに感じました ね